今日はチンチラのプーちゃんを病院へ連れて行きました。検査内容なんですけど、歯の不正咬合がどうなっているかと、あと前回体重が全然増えていないということで、それの血液検査、あとプーちゃんは膀胱結石になりやすいので結石があるかどうかを検査してもらいました。やることが盛りだくさんですね。で、まず不正咬合についてなんですけど、今のところ良くも悪くもないそうです。ただチモシーを食べているから削れている様子は見受けられるとのことでした。続いて体重が増えない原因を探るために血液検査を行ったんですけど、前回行った時になるべくチモシーとペレット以外のおやつ類はあまりあげないようにしてくださいと言われていました。まあ、多少はあげたんですけど、いつもに比べたら全然あげていなかったんですけど、今回血液検査を行ったところ、どの数値も異常はありませんでした。プーちゃんは健康体だそうです。じゃあなんで体重が増えないのかっていう話なんですけど、まあ、不正咬合も最初考えられたんですけど、歯の方は今のところ良くも悪くもないけど異常は全くなくて、まあ、チモシーで削れてる様子も見受けられると。で、血液の数値も特に問題はない。で、あと考えられるのが、チモシーを食べる量が少なくて運動量が多いから体重が増えないんじゃないかっていうことでした。なのでチモシーをたくさん食べさせるようにしてくださいと。これね、チンチラのね、チモシー問題はもうね、深刻なんですよね。いつも牧草フィーダーにチモシーをたくさん入れて、それが空にはなるんですよ。ただ、床により好みしたチモシーが散らばってるので、意外と食べていそうで食べていないのかもしれないですね。また、プーちゃんがチモシーをたくさん食べてくれるように試行錯誤したいと思います。膀胱結石についてなんですけど、今回検査してもらった結果、お腹の中は正常で結石は見当たりませんでした。なので、これは全く問題ないですね。はい、というわけで、今回は、まあ、特に全体的に異常はなかったんですけど、体重は前回と一緒で約 470g。全く増えも減りもしていない状態だったので、次にまた病院に行くまでに、たくさんチモシーを食べてもらえるように、僕はまた努力したいと思います。今回ね、プーちゃん病院に連れて行くときに、すごく不機嫌だったんですよ。普段だったら自分でクレートに入ってくれるんですけど、今日はね、どうにもこうにも入ってくれなくて、抱っこして入れようとしても、ブーブーブーって怒っちゃったりとかして、ずっと不機嫌だったんですね。で、病院に行っても、ずっと不機嫌でブー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 言ってたんですよね。まあ、噛みつきはしないからそこはね、助かるんですけどね。で、今、こんな状況です。家に帰ってきても不機嫌は未だに治っていません。どのぐらいで治るかな？これ、2日3日経てば元に戻ってくれるとは思うんですけど、せっかくで最近、プーちゃん元に戻って近くで遊んでくれるようにもなったので、また振り出しに戻るのはちょっと困りますね。まあまた、機嫌が良くなるように、いい距離感でプーちゃんのお世話をしてあげたいと思います。